ただ長崎中央に入れていく、繋がった、左に振って香川、中には3人4人入ってきた、香川のクロス、速いボール、ヘディング、繋がして小屋のシュート、決まった、長崎先制、前半の30分、小屋今シーズン20得点目、エースの小屋が決めました。3試合連続これサイドチェンジと思いきや、この真ん中につけるパスなんですけども、ここからサイドのところ、まあ、セオリーですよね、真ん中から外、そしてワンタッチ触った時に胸トラップで下がりながらのこのシュートですよね。コントロールからシュートまで非常にスムーズですし、コントロールでやっぱシュート打ちたい場所にしっかり置けてますよね。やっぱペナルティーボックス内で彼が仕事するとやっぱこういうゴールが生まれると思いますし、はい、まあ、このボールそのヘディングのところでもしっかりここに来るんじゃないかっていう予測もできてましたし、まあ、前回対戦の時はシュート1本も打てなかったことを考えるとやっぱそこ修正して 500m ですかね、これがやっぱ20になりましたね。なりましたね。